今回は、マグナ3武器を採用したフルオートテンプレ編成を紹介していきます。ちなみに、キャラは特に想定しているものはないので、自分の手持ちに合わせてバハ武器、オメガ武器、極性器は変えてください。また、薬状武器は1本まで入れていますが、0本の場合は他に適当な武器を入れて、2本ある場合は適当な武器と交換してください。そして、レバンス武器ですが、属性によっては編成に入ってくるものの、今回は対象外としています。さて、非属性から順番に見ていきましょう。このような3種類の編成を組んでみました。左から、汎用的な編成、アビダメ編成、耐久用編成となっています。まず、非属性は陸道神技のエクス探検が強いので、それを持ったマナダイバーを使うことが多いです。そして、マグナ2の新レガリア武器である芝杖は、渾身と守護を持っているので、火力と HP を両立することができ、フルオート編成だと1から2本入ってきます。また、マグナ3武器としては、マグナブーストのイラ杖が採用され、そして、自然と杖止めになるので極性杖との相性が抜群です。さらに、ギレン武器のイラオノも実装されており、アビダメ軸の場合はイラオノが2本採用され、武器種がオノなので、薬状武器のミカオノの恩恵も受けられます。また、耐久にさらに寄せたい場合は、治癒で回復量を増やしつつ、音響で HP を漏れるイラ剣が編成に入ってきますし、他には、防御無限剣とかも候補に上がってきます。次は、水属性を見ていきましょう。水属性は余ダメ上昇を稼ぐ手段が3通りあります。それは、クリ発生時余ダメが5万上昇するワムジュスナイダリア、薬状武器のガブ探検、メイン装備時余ダメ3万上昇するX銃です。まずはワムジュスナイダリアですが、最近はマグナのカゴが少しずつ増えてきたことによって、片面マグナでもオールドオベロン3本とワムジュスナイダリア2本でクリ確定します。そして、オールドオベロンは守護を持っているので、火力と HP のバランスが取れている編成になっています。また、ガブ探検を2本採用すると、余ダメは最大値の10万上昇になりますし、マグナブーストの武器種が探検なので相性がいいです。マレオノが渾身を持っていることもあり、火力に特化した編成になっています。そして、メイン武器を X10 にする場合は、キングもしくは義賊で持つことになり、裏からハーゼリーラを出して聖域を発動させる編成で使われています。また、耐久用編成を見てみると、オールドオベロンで技巧と HP を盛りつつ、マグナ3武器のマレ刀が守護と治癒を持っているので、1本入れるだけで耐久力が底上げされます。次は、土属性を見ていきましょう。マグナ編成の場合は、基本的に皆無ハイランダーになります。余ダメ上昇武器としては、薬状武器のウリエル拳とベンヌ弓が1本ずつ使われ、ウリエル拳がない場合は、ベンヌ弓と同じ下段のスキルを持っている土ミーレスオノが採用されます。火力用編成の場合は、マグナと言いつつも4本しかマグナ武器が入っておらず、これは火力に特化したマグナ武器が少ないのが原因です。かといって、カイムハイランダーを崩してアルボス剣を複数本入れるよりも、カイムハイランダーの方が強いです。また、耐久用編成では、マグナ3のアルボス楽器を採用しており、剣士と回復上限のスキルを持っており、耐久力が上昇します。一方で、HP を増やせる武器ではないので、ゴブロ刀や遊具杖を入れて HP を稼いでいます。そして、フルンティングを持っている場合は、両編成ともメイン武器はフルンティングにしましょう。メイン武器性能が段違いで高く、どんな編成にも入ってきます。ちなみに、カイムハイランダーについては、昔もう少し詳しく解説している動画を投稿しているので、気になる人は概要欄からそちらをご覧ください。次は、風属性を見ていきましょう。風属性は、多段アビダメが強いキャラが多い属性であるので、アビ余ダメ上昇武器がよく編成に入ってきます。ここで、風属性には、
常にアビオダメ10万上昇するイーイアディクト、ギレン武器であるアウラ探検の2種類があります。アウラ探検は、アビオダメだけではなくアビ上限も伸びますし、剣種のスキルを持っているので耐久力も上がります。一方で、アウラ探検自身は後陣を持っていないので、基礎火力の面で見るとイーイアディークの方が強いです。ですので、イーイアディークとアウラ探検は状況によって使い分けとなります。また、風属性の短期編成では、現在の HP を 40% 減少させて様々なバフを付与するスパルタに巨砂終末を持たせる編成が使われていますが、アウラ弓は、バトル開始時最大 HP が 20% 減少する修羅のスキルを持っているので、排水のティア銃と合わせて、相性が良くなっています。この編成は、フルオートというよりも、1ターンでダメージを一気に出して、マグナ3周回などをしたい時に使われます。そして、耐久用編成ですが、他の属性はマグナ3で耐久向けの武器が実装されたのですが、風属性にはなぜかありません。アウラ探検が剣種持ちなので、これで十分ということなんですかね？ですので、HP を漏れるグリム杖が相変わらず採用され続けています。次は、光属性を見ていきましょう。光は、マグナ3が実装されましたが、結局シュバ剣が強いのには変わりありません。特に、火力と HP を両立できるのが強く、HP を多めにしたい耐久編成の場合は、シュバ剣染めになりますが、クレド槍も強いです。守護、回復上限、剣種を持っており、他の武器は中途半端に TA 率や技巧のスキルがついていましたが、クレド槍は全て耐久を上げられるスキル構成になっています。そして、火力に寄せたい場合は、シュバ剣を減らして、マグナブーストのクレド銃が編成に入ってきます。最後は、闇属性を見ていきましょう。闇は風属性と同じく、マグナ3でギレン武器が実装されましたし、もともとアゴナイズというアビオダメ上昇武器がありました。風属性のアウラ探検の場合は、第2スキルが剣種だったのでフルオートで強かったのですが、アーテル刀の場合は技巧賞という微妙なスキルになっています。さらに、アウラ探検は薬状武器のイーイア探検によって EX 後陣を確保できていましたが、アーテル刀ではできず、基礎火力に不安が残ります。ですので、結局アゴナイズでよくね、という場面が多くなる印象があります。また、耐久用編成では、アバツエやゼカリアが主語を持っていますし、マグナ3のアーテル探検が、回復上限と剣種を持っているので、一本入れるだけで耐久力を底上げできます。耐久編成にアーテル刀を入れるかどうかは微妙なラインであり、アーテル拳を入れて基礎火力を稼ぐか、もっと HP を盛るかのどっちかになることも多いです。ということで、今回は、マグナ3武器を採用したフルオートテンプレ編成を紹介してきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、